主がアモリ人をイスラエルの人々に渡された日に、ヨシアはイスラエルの人々の前で主に向かって言った。日よ、ギベオンの上にとどまれ。月よ、アヤロンの谷に安らえ。神様、太陽を止めてください。民がその敵を打ち破るまで日はとどまり、月は動かなかった。果たして祈りによって本当に太陽は止まったのでしょうか。今から3400年前、イスラエルの民はエジプトで400年もの間奴隷として苦痛を受けていました。時になって神様はモーセを送り、イスラエルの民をエジプトから導き出しました。そして新荒野を通ってイスラエルの民の故郷であるカナンを目指しました。しかし人々は新荒野での生活が苦しいと言って、神様とモーセに不平不満を言いました。結局彼らは罰を受けて40年間新荒野をさまよい、モーセもカナンの地に入れずに死にました。その後モーセの意志を継いで民をカナンの地に導いたのがヨシュアでした。カナンの地は31の部族によって支配されていたので、ヨシュアは全ての部族と戦いました。神様はヨシュアに言いました。強く大きくあれ、私が共にするから恐れてはならない。ヨシュアは神様のこの言葉を信じて戦いました。神様が共にするヨシュアの軍隊は次々に戦いに勝利していきました。ある時アモリ人の5人の王たちが同盟を組み、軍隊を率いて攻め上ってきました。ヨシュアは民の前で叫びました。大胆であれ、私たちは神様の軍隊だ、勝利は神様のものだ。ヨシュアの軍隊は勇ましく進撃し、次々に敵軍を打ち破っていきました。勝利が目前となったその時、ヨシュアの目に沈みかけた太陽が映りました。日が沈んだら戦いに不利だ。そう思ったヨシュアは神様に切実に祈りました。神様、太陽を止めてください。神様はヨシュアの祈りを聞かれました。しかし太陽を止めたわけでも地球を止めたわけでもありません。神様は大きな雹を敵軍の上に降らせ、多くの敵たちを倒しました。アモリ人の5人の王たちは倒れていく兵士たちを見て恐怖に駆られました。そしてついには逃げ出しました。神様が恐怖心を植え付けたのです。王を失ったアモリ人の軍隊は戦意を失って逃げ惑い、ヨシュアの軍隊は完全に勝利を収めました。戦いを終えたヨシュアが空を見上げると、日が沈んでおらず、まるで太陽が止まったかのようでした。戦いがあまりにも早く終わったのでした。神様が共にするという確信がヨシュアたちの士気を高め、集中して短時間で勝利するという時間の奇跡を生んだのです。祈りには奇跡を起こす力があります。